スイスポー行く？行ってみる？行ってみましょう、スイスポでは行きましょう。かわいいスイスポ。とりあえずこの視点で。あー、暗いなここ。加速遅い。大丈夫か？全然追いつかない。これやばいな。177キロが限界。うわ全然追いつかん。あー早くエースコンバットがしたいです。今週の木曜日発売ですね。そのためにこのプレフォーを買ったようなもんです。あかん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 。しかし8位。うわめっちゃ滑る。マジか、これは運転しづらい。こりゃきついぞ。これやばいな、これやばいな。おっそおっそ。まあ可愛いから許すか。スイフト、次買うなら車はやっぱ CX8 かな。 SUV なら CX8 かベンツの GLC、クーペ、 GLC クーペ。セダン、うわーきついなこれ。セダンだったらアテンザーか、セダンか、難しいな。それこそ M4 セダンだったらそのくらいですかね。あ、新型のカムリもかっこいいですけどね。ハッチバックだとカローラ、新型のカローラスポーツ、ハッチバック、あとは次のアクセラマツダ3、マツダ3かな。かっこいいっつったらですかね。SUV セダン、ハッチバックときたら次はスポーツか。ス
ボスがそんなないっすけどね。ああ、かんかん。スポーツかー、そんなかっこいいって思うスポーツがあんまないっすけどね。ロードスター、マツダ。そんくらいかなー。スバル WRX。あんまわかんないですね、スポーツカーは。あと、ミニバンだと、やっぱベルファイアかな。ベルファイア、ノア、エスカイア。かな。K だと、N ボックス、ムーブ、かな、ダントツで。あーとジムニーも良さそう。そんくらいですかね。でも車のゲームしてると本当集中して口数が減りますね、これは。いやーきつい、しかも遅い、まだ2周目、こりゃきついぞ。おっそ、あの車は宇宙船みたい。最近ね、サプリメントを飲み始めまして、結構効きます、効いてる気がします。マルチビタミンと、DHA と亜鉛、あと PS100 っていう頭の回転が良くなる薬飲んでます。まあ、とある YouTuber の方が、まあ、おすすめしてたんでちょっと買ってみたんですけど、効いてる気がしますね。もしかしたら思い込み、あのプラシーボかもしれないですけど、まあ、それでもまあ効果でしょう。思い込みも効果のうちかな。なんで最近あんま疲れないですね。筋トレも週3で1時間半くらいやってるんですけど、それしててもあんま疲れないですね。筋トレ前には BCA っていう必須アミノ酸と飲んだり、クレアチン飲んだりしてますね。であとは筋トレ後にプロテイン飲んでますですね。サプリメントはおすすめです。あと筋トレも。あとはあとやってることって言ったら、ストレッチですね。まあ、僕は結構体が硬くて怪我しやすい。前ボード行ったりしたんですけど、腰とか結構痛めたんで、それからストレッチするようになりましたね。やっぱ結局何でも継続で、
おいおい、遅い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 。継続でね、続けることで結局結果が出るんですよね、ストレッチも。1週間くらいでだいぶ柔らかくなりましたからね。筋トレに至っては、もう次の日にはもう結果が出るレベルで分かります。筋肉痛っていう部分でももう、まあ、やったなっていう感じはあるんですけどね。あ、ゴールか。2位で終わりました。はい。買います。もう一丁が違う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 。もう一丁東京のシティコース、簡単なところにしよう。で、車は早いの。しょぼいけど、これでいこう。よし、アテンザが欲しい。アテンザ GT、 よし、いよいよいよ、はい、行こう行こう、もういいよ。あと継続してること、まあ、僕もともと中学くらいから便秘でずっと何年も悩まされてて、時には腹痛で病院行って干潮したりしてたんですけど、それがずっと続いて今まで何十年で、最近ちょっと解決策が見つかって、もう便秘ずーっとしてないんですけど、って言ってもまだ2ヶ月くらいですけども、その解決策っていうのが水分摂取で、皆さんは1日何リットル水分摂取してるとか考えてますかね。多分考えてないでしょうね。まあ、そもそも便秘っていう人が少ないかもしれない。しかも男で便秘って結構珍しいような話を聞いたんで、早いな。まあちょっと便秘の方は水分摂取して1日どれくらいの量を摂取してるかっていうのをちょっと考えるというか意識してもらったら、だいぶ自分が飲んでないんだなっていうことがわかるかと思います。1日3リットル以上は危険、中毒でしたっけ、になるかもしれないんで、マスクは気をつけていただいて、まあ、積極的に飲んでもらえたら解決すると思います。僕はもうそれを飲んで毎日1から2回、多い時で4回、まあ、出るようになりましたね。4回は下してるんか。おお、やっちゃった。ああ、バイバーイ。ああ、バイバーイ。ベイロン MSX、 そしてヒュンダイジェネシスか。我最近継続してることはそんくらいですね。でも健康には結構気遣うようになりました。身体能力とか思考、頭の回転とかかな、キレも25を過ぎたら結構、まあ、低下していく一方なんで、あかーん、あかんあかんあかん、
んな事故や、ほんま大渋滞や。なんでね、と調べてもらったら分かるんですけど、25歳超えたあたりから落ちていくんです。全て瞬発力だったかな、反射神経かなに関しては10代とか18とかから落ちていくんで、そこをカバーできるようにちょっとトレーニングなり勉強なりして、頭も体も鍛えていかないといけないなと思ってますね。さあ皆さんは何かやられてますか？仕事してる方だと残業とかあって筋トレなんてできないとか、勉強する時間もないとか、多分そういう方も多いでしょう、おそらく。と僕はあんま残業がないんで、1、2時間とか月なんで、そこは恵まれてるなぁと。プライベートの時間が結構あって、恵まれてるなぁとは思いますね。こいつ、ドカンかい、ドカンかい、なんだ、アルファロメオ、何 4C、ああ、ロペライオチャンネルで見たことあるかも。ロペライオチャンネルですよ。輸入車販売のロペライオですよ。悪ない、ラストラストラストラン。ああいいね、壁にぶつかってもコースアウトとかないんでね。そういえば昨日は成人式、昨日か、昨日っすね。まあ毎年恒例ながら逮捕者が出たのでしょうか、ニュース見てないんであんま分かんないですけど、後ろ近いぞ。近い。よし、1位。やっぱ早いと気持ちいいですね。では今日はおしまい。ありがとうございました。